はい、今回はですね、愛知県の老舗板金ビルダーレクビーさんが製造販売しております新しくなったトップセール、こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、このねトップセール、乗る、積む、寝る、このですね三拍子が揃ったレクビーさんの中でもですね人気の板金になるんですけど、今回ですねエクステンションパネルというですね、もう見えちゃってるんですけど、こちらにですね実はそのエクステンションパネルというのがですね新しく標準装備で付きました。そちらもですね踏まえてご紹介していきたいと思います。はい、この動画を見ていただくと老舗板金ビルダーレクビーさんが製造販売しております新しくなったトップセールについてわかりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラー、いろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではトップセールの外装からご紹介します。ベース車両はトヨタハイエース、スーパーロング、キャンパー特装車、外装カラーはシルバーです。このトップセールの特徴は何といっても後部にあります広大な収納スペースです。車両最後部には外部電源の取り入れ口があります。専用コードをボディに差し込んで AC100V コンセントに入力すると AC100V にて外部充電、サブバッテリーを充電することが可能です。この大きなバゲージスペースの左右にはシャッター扉付きの収納スペースもあります。この収納スペースはただ広いだけではなくて、このように仕切られた場所もありますし、アイデア次第ではフックやバーなどをつけて収納スペースを効率的に活用することも可能です。これだけスペースがありますので、キャンプ道具はもちろんですけども、釣り道具やスキーやスノーボード、自転車なども詰めそうですよね。またレクビーさんの最近のモデルは標準装備でポータブル電源の入力口があります。先ほどご紹介した外部電源入力コードを使ってポータブル電源から電源を入力することが可能です。車両右側にはエクステンションパネルという新しい装備がつきました。これは部屋を拡張するだけではなく断熱性能も違いますので、後ほどご紹介したいと思います。それでは新しくなったトップセールの室内をご紹介します。室内カラーは2色展開なんですけども、今回はこのチタンブラックというカラーを選択しております。カラー展開はブラックとシルバーなんですけども、かなりスタイリッシュなイメージがありますよね。フロアも土足で使えるようなハードなイメージのものが使われております。シート生地やカラーも若干変わりました。レザー調と、そしてこのパンチングの奥には赤い色が少し見えますよね。家具色やテーブル天板のカラーも変わりました。このステンレス調のカラーが室内の雰囲気に非常にマッチしているかと思います。はい、それではね、トップセールの室内をご紹介します。まずですね、このエントランスドアですね、このスライドドアのすぐ横にメインスイッチがありますので、こちらをご紹介します。はい、こちらの方にですねメインスイッチがありますので、室内に入ってねすぐですねスイッチをオンすることができますので、これはなかなかいい場所に入りますよね。そしてこのトップセール、ここにねメインスイッチがあって、運転席にも実はスイッチがあるんですよ。はい、運転席はねこのハンドル左手のね方向にあるこのスイッチでメインスイッチを入れ切りできますので、運転席と、そしてねエントランスドア入ったところでもこのですねトップセールのメインスイッチをねオンオフすることが可能です。はい、そしてねこれ運転席、助手席の上にもですね実は秘密があります。はい、こちらの上にはですね、実はあの元々ですねハイエースのスーパーロングの場合はこのエアコンのですねユニットが上にねあるんですけども、レクビーさんはねこのユニットをね少し一段下ろして、ね、下げることによってここにですね空間を作ってるんですよ。これね結構スペースがあって、これまあベッドにはならないんですけど、車のですね横幅目いっぱいの幅もあるし、奥行きもねこれ1メーターちょっとねあるんじゃないかなと思うんですけど、結構ですね寝具関係だとかそういう着替えだとかをね、置けるスペースがありますので、これなかなかですね使えるスペースなんですよ。はい、そしてこのねエアコンのユニットに関してはね、こちらにつくねこんな感じついてます。リアスピーカーね、そしてオプションのですね FF ヒーターのスイッチ、はい、そしてこのねここの天板ね、
これヘアライン柄になってるんですよ。これ非常にですね、スタイリッシュですよね。まあ、前回ご紹介したトップセールとは違って、さらにですね、スタイリッシュ感がね、アップしたんじゃないかなと思います。そしてオプションでこれ、フリップダウンモニターをね、つけることもできますので、今ね、ナビをね、つけてないですから、映像線でね、ここからテレビを見ることはできないんですけども、オプションでですね、こういうフリップダウンをつけてもらって、メインサブ切り替えスイッチをつけるとですね、エンジンをね、オフしてる時でも、ここからですね、ナビの映像を拾ってテレビをね、見ることができます。そしてね、この、スライドドア入ったね、右手にはですね、キッチン、ギャレー設備があるので、こちらをね、ご紹介します。はい、まずね、上からご紹介すると、このような感じですね、LED のですね、照明がありってね、ここでもオンオフもね、できますし、ここがね、一応調理台のスペース、ここにカセットコンロを置いたりだとか、まあ、調理をするね、場所として使えるんですけども、はい、そして、ここがですね、丸型のですね、ステンレスのシンクがありますので、ここでですね、手洗いだとか、例えば歯磨きだとかね、そういうこともできるんじゃないかなと思います。この丸型のタイプがね、結構深さもあるんですけど、まあ、このような感じで使うこともできます。シンクで使う給水タンク、排水タンクはこちらに収納されております。両タンクとも容量は12リッターです。はい、そしてね、ここのバンに関して、ここもね、やっぱヘアライン柄というんですかね、ここもね、非常にスタイリッシュね、システムキッチンの感じのね、雰囲気もありますよね。はい、そしてこちらの方にもですね、収納がありますので、こちらを開けてみたいと思います。まあ、キッチン関係のね、小物とかをね、こう入れたりすることがね、できそうですよね。こういう収納スペースもあって、こちらにですね、はい、冷蔵庫があります。はい、冷蔵スペースとね、こちらに関しては冷凍スペースもありますので、そんなにですね、サイズはね、かなり大きな冷蔵庫ではないんですけども、まあ、ビールだとか、そういう飲み物関係だとかね、食材なんかを、冷やしておくこともね、可能です。はい、次でね、ダイネットスペースをご紹介します。このような感じで、ちょっとね、大きめのこのシートがあって、まあ、テーブルを挟んで、まあ、サードシート。ですので、ここで1、2、3、4、まあ、5人ぐらいをね、くつろげるスペースになっております。はい、そして、このダイエットスペースの上に関しては、はい、サブバッテリーの電圧計もありますしね、はい、USB のポートもね、2ポートあるし、12V のシガーソケット、そしてこれ 100V のコンセント。で、これがですね、照明のスイッチなんですけど、この1っていうやつを押すと、ここのね、照明。そしてこの2がですね、この左側のですね、照明ですね。で、これを長押しすることによって、調光もね、できる仕組みになっております。はい、そしてこの、ね、収納スペースもね、このような感じで結構広めのね、収納スペースが1、2、3個ですね、3段ありますので、このなかなか収納スペースもね、ありますし、このライン照明がね、ありますので、非常にスタイリッシュにね、見えるんじゃないかなと思います。そしてこのね、ダイネットスペースに関してはね、このエクステンションパネルになってるんですよ、これ。今ですね、結構こういうね、出窓式にしてるタイプが多いんですけども、ついにですね、レクビーさんもこのですね、エクステンションパネルということでね、なっております。通常のハイエースの幅はね、だいたいまあこの辺なんですけど、まあ、こっち側にですね、出窓のようになっておりまして、まあもちろんね、断熱材もびっしり入っておりますし、窓に関しても断熱性のいいですね、アクリル二重窓がついております。で、こうね、収納スペース。こちらも2段の収納スペースがね、あって、まあ、携帯だとか、こう雑誌だとか、小物関係をね、こうやってね、置くこともできるんじゃないかなと思います。そしてこれ窓がですね、ちょっとね、今までと違うものがついてるんですけど、これね、これが、ここでね、ロックがかかる仕組みかな。こっちにやってあげると開けれます。で、こっちも開けて、まあ、このね、計4箇所開けると、窓をですね、このように開閉。できます。で、任意の場所を止めることもできますし、はみ戸、はい、このような感じで、あ、これね、マグネット式ですね、ここの部分が。あ、そうですね、マグネットで止まる仕組みになってますね。で、もちろん、はみ戸もね、出せるし、お休みになるときは、こう、シェードをすることもできますので、これ、なかなかですね、いいですよね。そして、結構ね、断熱性能もやっぱり、この二重窓いいですから。非常にですね、まあ、夏も冬もですね、効果があるんじゃないかなと思います。はい、このね、横幅がこれだけ
まあ、こう外側に出てる状態になりますので、室内もですね広くなりますし、窓ガラスじゃないのでですね、あの断熱性能も良くなるんですよ。だから夏の、まあ、暑い日差しをね少し防いでくれますし、冬はですね暖かくなった空気をねなるべくこう逃がさないような効果がありますので、このエクステンションパネルはですね非常に夏冬両方考えてもかなりですね有効な装備なんじゃないかなと思います。でこれね、オプション、まあ、標準装備でこのねエクステンションパネルがついてるんですけど、オプションでこのバックドアにこちらにですね施すこともできます。こちらがねできないんですけど、まあ標準装備でね今回はこちらの方がねつけますし、オプションですねこちら側もですねつけることが可能です。まずはセカンドシートに座ってみることにしました。このような感じで上方向に対してもスペースも広いですし、3人の方だったら座ることが可能かと思います。こちらにテーブルをセットしてこのようにくつろぐこともできますし、サードシートに座ってみたんですけども、棚に頭がぶつけることもありません。セカンドサードシートの運転席側に関しては3点式シートベルトをすることが可能です。ベルトの長さも十分で大人も大丈夫です。はい、そして、ね、このダイナイトのテーブル、これもですねこの分かりますかね、ヘアライン柄といいますかね、このステンレスの、ね、色 の、 このヘアラインのですねあのものがついておりますので、非常にですねおしゃれな、そして、ね、スタイリッシュな、ね、感じも見えるんじゃないかなと思います。でこのテーブルに関してはもちろんね、このサードシートとセカンドシートの間にね使うこともできますし、テーブルのですねフォール、まあ、レールがですねここからぐーっとこう運転席のね後ろまでついておりますので、このですね今私セカンドシートに座っているんですけどね、セカンドシート今後ろ向きになってます。でこれをね前向きにすることもできるし、前向きにした時にこのですねセカンドシートの前にですねこのテーブルを設置することもできますので、ちょっとね今いろいろ展開してみたいと思います。まずはセカンドシートを展開します。このようにテーブル天板を取り外して、この肘置きであるマットを取り外します。座面だったこのマットをベルトを解除することによって背もたれに変えます。次に背もたれ側も同様に前方に倒してこのヘッドレストを付け替えます。背もたれだったマットをこのように後方側に倒すと前向きシートの完成です。一番端に座ってみたんですけども、戸棚に頭をぶつけることもありませんし、このようにスライドすれば膝前のスペースがかなり広がります。またサードシート同様、セカンドシートも運転席側のこちらには3点式シートベルトをすることができます。大人もベルトがかけることはできますし、チャイルドシートも取り付けることが可能です。先ほど取り外したこのテーブルも運転席助手席の間、セカンドシートの前に設置することができます。この取り外しができるテーブル天板は実はですね収納する場所があります。これからご紹介するイージースライドベッドの下に収納することができます。収納も簡単ですし、スペースを有効活用してますよね。よくコメントでこういうテーブルはどこにしまうのと聞かれることがあるんですけども、このトップセールに関してはこちらに機能的に収納されます。これもアイデアですよね。次にセカンドシートを前向き状態からベッド展開をしていきたいと思います。座面だった面を運転席助手席側に起こして、このヘッドレストを付け替えます。背もたれ部分を前方に倒して、シート自体をスライドさせて運転席側に寄せます。次にサードシートも展開します。まずは背もたれマットを取り外して、座面は今これ傾斜がついてるんですけども、これをまずフラットに変えます。ベッドマットを受けるこの足をスライドさせます。そして先ほど取り外したこのマットをこの間にはめ込みます。次にこの細長いマットをセカンドシートに装着して、シート自体を車両後方にスライドさせます。先ほど取り外したサードシートの背もたれと肘置きをこの間に入れます。あとはセカンドシートの背もたれを前方に倒すとダイネットベッドの完成です。バンコンタイプのダイネットベッドの中ではトップクラスに大きなベッドが出来上がりました。実際に私が横になってみたんですけども、寸法も十分で圧迫感はほとんどない大きなベッドが出来上がります。ちょうどこのサードシートの座面の下には電装品関係が収納されております。各ヒューズやバッテリー、 100V 充電器や走行充電器などがこちらに機能的に集約されております。次にこのトップセールの最大の特徴でもあるイージースライドリアベッドを展開します。
展開は簡単です。このロックを解除してグリップを握って手前に引っ張るだけです。そんなに力もいらないですから、女性やお子様でも簡単に展開ができますよ。ベッド展開は簡単に越したことがないんですけども、このイージースライドリアベッドというだけあって、かなり簡単に展開することができます。見るからに大きなベッドなんですけども、実際に横になってみました。一瞬このようにびっくりしてしまったんですけども、晩婚カテゴリーのこのベッドでは一番広いんじゃないかなと思います。もしこのトップセールより大きなベッドがあるキャンピングカーをご存知の方は、ぜひコメントいただければ嬉しいです。試しに横になってみたんですけども、横寝はちょっと厳しいですね。しかしこのダイネットベッドといい、上のベッドといい、かなり広いベッドスペースです。はい、今ですね、この後ろのねスライドベッドを展開した状態なんですけども、これちょうどねエクステンションパネルによって、このマットの部分がですね外側にね出っ張ってる状態になりますから、上の方もですね結構広いですよね。で横幅もね 1m80 ぐらいあるんですけど、さすがに私がね横にない分にはね寝れなかったので、まあ 170cm 前後の方はねこう横にもね寝れるかとは思うんですけど、まあ、せっかくねこれだけの広大なベッドスペースがありますから、まあ、縦に寝た方がいいですよね。この場合はねかなりね広いです。そしてこのねオプションでですねエアコンをですね選択されると、今はねこの車両についてはいないんですけども、選択していただくとここにですねエアコンが、このスリムタイプのエアコンがつくんですけども、ここにつきますので、ここからね冷たい空気が出してくれると、室内全体をですね結構涼しくしてくれるんじゃないかなと思います。今ねエアコンはまあ本当必須アイテムになりつつありますので、もしですねこのトップセールを選んでいただいてエアコンをですねオプションでつけると、ここにですねエアコンが来ますので、ぜひですねご検討されてみてはいかがでしょうか。はい、こちら側にも、ライン照明もありましたね。こういうバーもついてますので、こうフックで引っ掛けたりだとかタオルみたいなのねかけることもできますし、まあ、ハンガーにかけたねジャンバーだとか羽織物をね引っ掛けることもできます。そしてこういうねこれフックもねつけることができるんですけど、収納スペースとしてね使いますし、反対側もね照明と、そしてですね収納スペースがねありますので、結構ねこの空間も広いですよね。私は、まあ、ギリギリあぐらかけるぐらいの高さもありましたので、なかなかねこの上の空間はですね非常に広いかと思います。はい、今回ですね新しくなったトップセールいかがだったでしょうか。このねトップセールに関しては、まあ、乗る、積む、寝る、このですね3拍子が揃った晩婚なんですよ。そして今回のねこの新しくなった車両に関しては、こういうテーブルのですね天板だとか家具だとか、いろんなところがですねここヘアラインのですね、まあ、ステンレス調のですね家具に変わりましたし、シート生地だとかもね実はね若干のですねカラー変更、生地変更になってるので、よりですねスタイリッシュな晩婚に、ね、なりましたよね。そしてなんといってもこのエクステンションパネル、これですねもちろん出窓風になってますので、室内空間も広がってるんですよ。ただそれだけじゃなくて、このエクステンションパネルの中に断熱材も入ってますし、このフロントの窓に関してはですねアクリル二重窓なので、こう断熱性能がですねワンランクアップしてるんですよ。オプションでもしエアコンをつけたとしても、この断熱性能が高いことによってこの中をですね非常に快適な空間にしてくれますので、このねエクステンションボックスはね非常にいい仕事をすると思います。ですので今ですね晩婚タイプのキャンピングカーをですね検討されていて、まあ、乗る、積む、寝る3拍子が揃っている、そしてですね断熱性能のですねいい晩婚を探している方は、このトップセールがですねひょっとしたらぴったりかもしれません。はい、今回はですね老舗晩婚ビルダー愛知県のレクビーさんが製造販売しております新しくなったトップセールをですねご紹介しました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味のある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。